妙高は、海上自衛隊の護衛艦。混合型護衛艦の3番艦。艦名は、妙高山にちなみ、旧海軍、妙高型十十二洋艦、妙高に続き、日本の艦艇としては2代目。中期防衛力整備計画に基づく平成3年度計画7200トン型護衛艦2315号艦として、 三菱重工業長崎造船所で1993年4月8日に寄港され、1994年10月5日に浸水、1996年3月14日に収益し、第3護衛隊軍第63護衛隊に編入され、舞鶴に配備された。収益後、リンク16のアンテナを追加装備している。 1996年4月17日、横須賀で首脳会談のために来日した、ビル・クリントンアメリカ合衆国大統領が、米海軍空母、インディペンデンス艦上から本艦を艦越した。アメリカ合衆国大統領が艦越した、最初の自衛艦となった。 1996年10月25日から翌年2月21日のアイバ・イージスシステムの装備認定試験のためハワイに派遣。1998年8月31日、北朝鮮より発射された大陸間弾道弾テポドン1号の軌跡をフェイズドアレーレーダーにて探知し、米軍に重要な判断情報を提供した。同年10月13日、 韓国不山で実施された韓国建国50周年記念国際観艦式に護衛官、春名瀬戸、義理と共に参加した。1999年3月22日から24日にかけて発生したのと半島沖不審船事件に春名阿武熊と共に出動した。この事件では初の会場における警備行動が発令された。 当時の公会長、伊藤助康を指揮官とする臨検部署を発動し、不審船を追跡した。同年5月11日から8月12日の間、護衛艦、比叡、天霧と共に、米国派遣訓練に参加。2003年9月25日から7日間、若狭湾北方で実施された、不審船大社を目的とした、射爆撃訓練で、ミサイル艇。 ハヤブサ島の自衛艦10隻、航空機2機と共に、旧衛船45号を標的として撃沈した。2004年1月23日、テロ対策特別措置法に基づきインド洋に派遣。同年5月まで任務に従事し6月29日に帰国した。2005年5月18日から8月20日の間、護衛艦、マキナミ、アケボノと共に、米国派遣訓練に参加。 2008年3月26日、護衛隊改編により、第3護衛隊軍第7護衛隊に編入された。2009年8月24日から11月18日の、アイバ b m d 機能負荷に伴う装備認定試験のため、ハワイに派遣され、10月27日、RIM-161 スタンダードミサイル、3ブロック IA の発射試験を、 ハワイカウアイ島沖で行い、あらかじめ時刻を知らされない条件下で太平洋ミサイル試射場から発射された模擬弾道ミサイルの迎撃に成功した。2012年には護衛艦、白根総海母艦、文後と共にリムパックに参加。同年12月6日、朝鮮民主主義人民共和国が人工衛星と自称する弾道ミサイルの発射に備え、護衛艦、 今後、懲戒と共に、佐世保から出港し、アメリカ合衆国海軍と連携して、迎撃態勢を整える。同月12日、ミサイルは発射されるも領土内に落着する恐れが、なくなったため、破壊措置命令の解除を受けて、順次撤収した。2015年7月11日から13日までの間、明高市10周年記念事業として、近くの直江津港で、 一般公開が行われ、約1万2千人が訪れた。2016年10月11日、第3護衛隊軍第3護衛隊に編入。2019年8月13日から8月24日までの間、バシー海峡周辺から関東南方に至る海区域において、米海軍空母、ロナルド・レーガンか艦艇数席と日米共同訓練を実施した。 現在も、第三護衛隊軍第三護衛隊に所属し、提携校は、舞鶴である。ありがとうございます。